皆さんこんにちは、ファミ通アップ編集部の岩田寿美郎です。そしてファミ通アップ編集部の小宮元年です。からのあ、これですね、スクエアエニックスの高橋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕たちはなんとスクエアエニックスさんの会社に来ております。で、今日は一体何のアプリをやるんでしょうかと。高橋さん、はい、何でしょうか。今日はランページランドランカーズの紹介に来ました。来てもらいました。ランページランドランカーズ、5月19日に発売された週刊ファミ通で表紙を飾ったあのランページランドランカーズですよっ。満を持して、はい、まあお店で皆さんにね、はい、お見せできるタイミングが来たということで、じゃあ早速、じゃあランページランドランカーズをやっていきましょうか。はい、もうちゃいますかね。高橋さんは実際このランページランドランカーズのディレクターという立ち位置でやられてるというわけで、じゃあ今日は解説をしながらやっていきましょう。早速入ります。はい、はい、で早速キャラメイクの、はい、キャラクターメイクですね。はい、まあ、せっかくなので女性可愛いのでして、はい、クラス何がせっかくか分かんないけど、はい、クラスってこれは何なんですか一体。はい、これがなんだこれ、まあ、言ってしまえばあのジョブとかに近いっちゃ近いんですけど、はい、あのちょっとタップしてって、まあ、主力隊討伐隊、はい、こういろんな、はい、あの今回このランページランドランカーズのプレイヤーキャラクターっていうのは、はい、あのランカーズユニオンっていう、そのもう超巨大な冒険者、うん、組織ギルドに所属しているという設定になってまして、はいはい、でそのユニオンの中には今最初はリリースの段階では12の、はい、まあ、クラス部隊があるよと。で、まあ、そのクラスのどこにまず所属しますかっていうところで、まあ、一番大きいのはこう見た目がまずこうそれぞれ変わっていきますというのと、ここにちょっとクラス性能っていうのがあると思うんですけど、はい、あのこうタップしてもらうとです、はいはい、そうすると、まあ、こうちょっと後でまたゲームの中の時に説明しますけど、はい、まあ、共闘戦闘って言って、あのそれぞれ、まあ、各クラスごとの、はい、まあ、特徴ですか、ね、特徴が、はい、あるというところになってます。このゲームのもう一個の特徴がそのランキングがたくさんあります。はい、で実はそのランキングがこの12個のクラスと連動してるんですね。あの1週間単位でこうランキングが回るんですね。はい、更新される、はいはい、で、まあ、1週間集計して、ランキングが確定した時に、うん、その例えばここに討伐、まあ、あの分かりやすいこの討伐隊ってやつをちょっと、はいはい、これなんかはどういうランキングかっていうと、あの敵を倒したポイントを競うランキングなんですね。はいはいはい、で例えばこの隣の探索隊は宝箱を、それぞれ違うんですね、宝箱を開けたポイントランキングなんですね。1個につき1ランキング設定されてる形になってて、はい、なんで1週間こうあのそのプレイヤーのプレイした、うん、こうどんなプレイしたかっていうのを、まあ、勝手にもう集計していって、で、1週間ランキング決定しましたって言ったら、はい、その各クラスの中からあなたこのクラスはない、はい、このクラスはない、このクラスはないっていうのがまあ全部発表されて、はい、でその中から自分の好きなクラスを1個だけ選べますと、はい、っていう感じなんで、あの毎週必ず1個衣装をもらっていけるというような。じゃあ後から変えられるんですか。そうですね、はい、選んでも、はい、変えられます。性格、性格、はい、性格はあの何か影響しますか。あのちょっとしたこうテキストが、あの、はい、例えば他のプレイヤーの役に立った時とかにこうありがとうって言いに来たりするんですけど、はい、まあ、その時のセリフがちょっと変わったりとか、まあ、ちょっとしたそういう、まあ、遊び心的なところですね。セリフ違いますね、はい、ヘアスタイルも、まあ、ヘアスタイル、はい、かわいいな。多いからちょっと悩んじゃいますね、いろいろあると。そうですね、あのかわいいな、どれもかわいいっていうことを目指しました。女の子、まあ、こいつって女の子に変えると男変えないパターンありますか。男も多分かっこいいんじゃない、ちょっと一瞬男の子あ切り替えてね、はい、あかっこいい感じになりますね。男も結構変えると色んなタイプかわいい、はい、まあ、なんかちょっと男の子から今日女の子女の子の方がいい、女の子、はい、じゃあ選んで、ね、メモ、はいはい、口とあと色もあるのを変えしましょう、はい、髪の色、肌の色、目の色ね、はい、名前ですか、はい、絶対金髪にするんですよね最近髪の色選ぶとき普通になんか皆さん趣味とかなんですか。いや趣味で、はい、絶対自分ができないようにします。あ、なるほど、はい、お店はそういう感じだとか、いやもう違いますよ。完成します。完成で、はい、はい、それではキャラクターをですね作り終わって、はい、早速プレイをしていきたいんですけども、はい、なんとこれシングルプレイみたいなものがないそうですね。そうですね、
厳密に言うとまあないというか、はい、で今回そのこのランランランそのコンセプトがランランラン、はい、ランランランベージュランドランなんか、はい、あの PVD っていうコンセプトなんですね、はいはい、でよくあのゲーム好きな方だったら PVP っていうのプレイヤー VS プレイヤー、はいはい、っていう、まあ、プレイヤー同士で戦うっていうのを聞いたことあると思うんですけど、はい、プレイヤー VS ダンジョンで PVD っていうコンセプトでダンジョンの D なんですね。そうそう、はい、例えば MMORPG とかでメイドダンジョンとかってあるじゃないですか、はいはい、みんなでダンジョン攻略するっていう、はい、で、まあ、今回のこのゲームはある意味ではそういうこうレイドダンジョン的なものをこうスマホ向けにこう分解してもう一回最適化して再構築したみたいなあのアプローチをして、まあ実際に中身はもうまた全然違う感じなんですけど、はい、であともう一個重要なポイントがその非常に緩い共闘であると、ほうほうほう、つながりが緩い、緩い、はい、人とつながるゲームすごく楽しいのはもう当然楽しいんですけど、はいはいはい、まあ、ともすればちょっとこう精神的な負担が結構きつくない、うん、そうですねあれしろこれしろとか、まあ、まあ、確かにありますね、はい、そういうのもでもっともっと気軽に、うん、あの人とつながる楽しさの、うん、まあ、いいとこだけこう抽出できないかなというのがあって、はい、まあ、今回ちょっと、まあ、PVD っていうコンセプトで作ってて、はい、なのでシングルクエストがない、はい、なので、まあ、ソロプレイないんですけど、はい、あのプレイしてる感覚としてはソロプレイに、ソロプレイに近い、はい、近い感じでやれるとは思います。お、じゃあやっていきましょうか、はい、端末も3つ用意して、はいはい、こちら僕ら用にも用意されてます、はい、じゃあ早速、はい、とりあえずまずワールドマップみたいなところですね。そうですね、はい、いろいろこれがもうダンジョンですよね。はい、ダンジョンがいろいろ出てますと、しかもあれですね、3階とかなんかタイムとか書かれてますもんね。そうですね、何階層なのかっていうのと、はい、あとこのワールドマップ上の各ダンジョンって出たり消えたりをこう繰り返してるんですね。へー、で常にあるわけじゃない。そうなんですよ。でちょっとまあローグライクなところがあって、はい、ダンジョンが消えてまた新しく出ると、はい、その時また自動生成されるんですね、中身がごそっと中身が変わるという感じで、はい、毎度新鮮な気持ちで遊べますというふうになってます。じゃあ早速やっていきましょう、はい、ではちょっとこのどこ行きますか。 白の城塞宮というところを、白の城塞、はい、でこのみんなで出発の方が、まあ、いわゆるその近しい友達と友達5人集めて一緒にこのダンジョン行こうぜっていうこともできるし、はい、近くの、はい、1人で出発すると本当にランダムに誰かとマッチングされるっていう、はい、ダンジョンを攻略、はい、で今日は特に1人で出発でも今ここにいるメンバーしか参加しないので、ね、はい、問題ないので、ね、はい、なので1人で出発で、はいはい、大丈夫です。じゃあ早速入っちゃいます。入っちゃって大丈夫です。来ました、はい、なんだこれは。てかもう初めて見るんでね、どんなゲーム性なのかもそもどこからって基本的な目的としてはダンジョンのこう一番奥に、はい、ロストって呼ばれる、まあ、お宝が眠ってますよと、はい、でそれを収集してコンプリートしていきましょうっていうのが、まあ、一番分かりやすい目的としてはまずありますと、うん、だ実際にそのじゃあこのゲームの中身の進行の部分としては、はいはい、やはりこのプレイヤーのその強さを決めていくものがもう全てカードになってるんですね。例えばこの画面下の移動ってなったらこう、はい、移動するためのカードが今これすごくデフォルトのものしかないですけど、ちょっと真ん中に宝物探しっていうのがあると思うんですけど、はい、これは移動途中に宝箱があったら、まあ、拾えますよと、ただ移動するだけじゃなくてちょっとそういうことできますよっていうカードもあったりとか、見ていただいた通りこうマップもうすごいこう広っで真っ暗なんですね。どこに何があるか、はい、まあ、何があるかわからない。色分けされてるのは、はい、色分けされてるちょっと難易度なんですよ。やっぱ赤は危険とか。そうですね、赤が一番危険なんですけど、で例えばまずこれ共闘カードで、はい、どれにしようかな。ちょっと罠の気配というやつを使ってみましょう。これこの範囲内に罠がなかったら何も反応しないということもあるんで、反応してほしいな。使った。あった。あった感じで、ああ罠、はい、もう進んだら絶対罠じゃん。まあそういうこと。まあこれがちょっとだけ解明している状態なんですけど、はい、この状態になった場合、トラップの発動率は 50% まで落ちるんですね。ああ、発動しないこともある。100%ではない。そうなんです。で完全に隠れてると 100% 発動するんですけど、ランランランの戦闘のまあいろいろ仕組みがあるんですけど、まあ一つ特徴がバーストシステムっていうのがありまして、はい。はい、それがこのちょっと右側の血の生贄ってやつでこう上にこうフォンフォンフォンって出るやつになってますけど、このゲームってそのリスクを支払うことで、はい、自分のその攻撃とかの威力をこう底上げできるっていう仕組みなんですね。例えばこの血の生贄っていうのは
HP を 7% 消費してファーストと。だ HP をちょっとだけ減らすんだけど、あのその分威力がグッと上がると。だこの辺が例えばあの敵からの攻撃を一撃食らう量と、うんうん、この自分でちょっとだけ減らして一ターンで倒すのと、はい、まあ、どっちが得だとか、うん、まあ、その辺をいろいろ考えながら使うようなカードだったりするんですけど、はい、でこれちょっとまあ鍵取っとやるとこれバースト、はい、で次貧しきは幸いっていうのはこの今食らったんですか敵は。いやこれは今自分に貯めてるだけです。貯めてる、あのこのバースト値っていうこの攻撃の今威力を上げるための、はい、あのベッドって書かれてます。そうですね、あの今こうどん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 ベッドしてこの次の攻撃が 92% 威力アップしますっていう状態なんですよ、はあはあ、でこれって何回でもあのここにドローされる限りは今やりたい限りはずっとベッドし続けることができるんですよ。ああベッドは、はい、なので例えば次出てきたのがたまたまバーストカードだったんで、はい、これはあのこのバトルで手に入るコインを、はい、あの放棄するとはい、いう効果ですね。もうコインいらんと、はい、うん、代わりにもコインがはい、そうするとまあこの 140% まで上がるという状態でアタックが、はい、例えばこの130本当だったら136ダメージなんです。ああ、はい、本当だったら136ダメージなんだけど今パワーストして 140% アップしてると。そうするとどうなるかと、の 140% 増しの威力で300ね計算はできないけどでまあ、さっきコインを放棄したので放棄しましたというような感じで最後ちょっと一定確率で敵もいろいろ落としたりしますと、うん、アイテムアイテム的なもの報酬で、まあ、ローグライクもしくはそのハクスラ的な部分もあるので、うん、はい、あのこうやって敵を倒したり宝箱から、はい、あのカードを集めていって自分を強化していくと。でその手に入るカードっていうのはあのランダムでパラメータが決まるんですね。はい、ディアブロとかに近い形ですけど、はあはあ、なので、まあ、最高の性能を求めてこう何度も何度も何度も潜ってっていうところがベースのゲームシランダムなんだ、はい、なんでこのゲームあの通常の同じカードでも違うんですね。そうです。なんでスマホのゲームでよくある合成な、はい、ないです。ないない。もうとにかく手に入れていいのだけ残してていらないのは打っていくみたいな形になってます。でこれ今ちなみにグッジョブなんか来た、あの敵ですか今のちょっと時間経っちゃいましたけどさっきあのわっみんな今わーっと行動してるってことですね。はい、います。ジュビル隣にいます、ね、本当だ。でこうやって敵と遭遇した人がいたらこうやって画面上に表示されて、はい、で今ちょっとさっきあのカード使って僕いるなあの罠の気配っていうのを使ったじゃないですか、はい、で今2人ありがとうって来てくれたんですけど、はい、あれはグッジョブっつって、はい、共同カード使ってくれた人にグッジョブ送れるんですよ。でちょうど今お二人の画面にもですね、あるグッジョブっていうのがそれちょっと長押ししてもらってそうすると俺に対してグッジョブ送れるんです。これグッジョブされると何かあるんですか。グッジョブされるとめっちゃいいことあります。のでいいこと、はい、ちょ今これからあの説明しますで今グッジョブしてもらいました。じゃあちょっともう一回動くと多分またグッジョブ来てくれると思うんで、はい、ちょっとじゃあこのお隣行きましょうか。僕らもいるし、はい大丈夫です。今何人いるんですかこのダンジョンに。10人今います。これ今めちゃめちゃたくさん。最大で10人ですか。はい最大で10人です。でその10人もさっき言ったようにあの例えば10人のうち誰か1人がもう次のフロア行ったりするわけですよ。はい、はい、はい。そしたらもう新たにまた誰か別に1人勝手に入ってくるんですよ。へえ。なんでとにかくもう別にあのほらお前ら10人全員こうちゃんと一致団結してやらなきゃダメだとか、まあ、そういうそのプレッシャーがないっていうかもう自分の好きなようにあ確かにあのやってもらえればいい。そしたら勝手に抜けて勝手に入ってくる。とにかく10人っていうのはある程度もちろんあのマッチングの問題であの多少その9人とか8人ってなったりすることもあると思いますけど、まあ、それなりの人数はある程度常に担保してて、でこれが次のフロアに上がったらまたもう全部一新されるんで、なんでもう非常に後腐れのないあのその場限りのこう緩くみんなで墓地前でもできるタイプできる全然気にしないから一旦やると一旦自分が動かすと、うん、その間に動いてた人の一旦分が更新されるみたいな、はい、しかもちょうど今使っていただきましたね。あ宝がありかこれで、まあ、どこかあの宝があった場所が明らかになって、はいはい、という感じでこの他のプレイヤーがやってくれたのもこんな感じで反映されます。でグッジョブできます、ね、できます GJ ってでもこうやっていろいろ良さそうな宝箱。ただあれも黄色ゾーンなんで
ちょっと今嫌強いやばいぞって。でちょうどボコボコしてるお隣で戦ってますね。はい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 。なんでここに入ってみましょう。そうするとですね、元年戦ってる、ちょうど元年さんが戦って、これ元年さんの情報がこの辺に、はい、さっき宝のありか使ってくれましたよみたいな情報も見ることができます。で使ってくれたから助けてやろうみたいな戦闘に参加してやろうみたいな。でここでこれでどうやってなるんだ。そうすると、はい、確かにさっきちょっとこんな感じで先に戦って、お決めポーズすごい。でここの敵がちょっともうあの一番難易度低いところの敵なので、はい、あの多分すぐ倒せちゃう、すぐ倒せちゃうんで、ちょっと本当はさっきのグッジョブもらった、はい、あの効果を説明しようかなと思ったんですけど、はい、それをやると多分この今チェスさんとガンネンさんがここにいるけど、はい、この人たちの攻撃は見れなくなっちゃうと思うんで、はい、ちょっと先にディフェンス、まあ、こうまず僕がこれ毒、相手を毒にする、はい、あ、ちょっとうまく毒できましたね。まあ、いろいろカード種類あります、はい、自分も毒にかかってるって感じで、こんな感じでおはい、おかげで応援してくれると、あんな感じなんですね。で基本的にこのゲーム非同期なんですよ。はあはあ、なので圧得されなくしたいなっていうのがあったので、はあ、別にあの入ってるから同じタイミングでこうやんなきゃダメとか、そういうなんかこう縛りが一切ないというか。でも非同期なんですけどリアルタイムでやってるみたいですね。だからその感覚的には特にその見知らぬ人とやってる分にはもう全然あんまりその辺の感覚ってないと思います、うん、もう本当にみんなそれぞれと一緒になんかいい感じでつながってやってるっていう印象にはなるんじゃないかなと、はい、うん、あ、ちょうど同じ。おこれかわいいな。最大パーティーはあの何人参加できるんですか。10人ですか。そうなんだ。結局もし同じフロアにいる自分以外の9人が同じマスに戦って集まったら、あの10人で決めポーズやるんですか。決めポーズやります。見てみたいな。10人で決めポーズやるの、はい、逆になかなか熱いですよね。ちょっと先10秒かなっていうのが出てくる。いいですよ。僕なんか別に。いました、いました、いました。あ、いやいや、使ってくださいよ。討伐隊のジュビロ。絶対プレイですよ、完全に。これも。ただ、まあ、ちょっとここは強めの敵なので、効果的にはそんなにあるかもしれないですけど。来た、はい。これが通常攻撃で、次はこれはリアルアシストで、この後です。アシスト、この後、呼び出します。お、信号弾打って、召喚しましたね。で2人でどん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 、はあはあはあ、こんな感じで呼び出しますと。今信号弾ですよね。そうです。でこうかばってもくれたりもします。本当だ。これはこのマスにいたプレイヤーですね。プレイヤーが、はい、あんな感じで一定確率で敵の攻撃からかばってくれることもあります。攻撃もしてくれて守ってもくれる、うん、そうですね、うん、至れり尽くせりじゃないですか、うん、そうなんです。これは1人の場合はこんな感じですね。1人のフォーメーションってこと、はいはい、1人でも実行できる、できる、実行できる、うん、なので別にあんでジュビロさんからは何回かグッジョブもらってるんで、あもらった数だけ、そうすごいあげたんすよ、はい、そうなんですよね。そのままにグッジョブ、なので、あ、ちょっと倒しちゃいましたけど強い、はい、要するに2種類あるんですよ。だからボコボコ先に戦ってた人たちのアシストと、グッジョブくれた人を召喚して呼び出すっていうアシスト、まあフォーメーションとっていうのが、まあこの何ですか、共闘カード使ってグッジョブもらって、はい、ここでフォーメーションで倒してっていう、これが基本の流れになります。なるほど。はい、でじゃあ階段上がっちゃいますね。とりあえず基本的にその各エリアごとに階段はあるので、はい、特に気にせずその自分の適正なエリアで攻略進めてもらえれば。このあとミッションっていうのをちょっとお見せしたい。はい、ミッション、あと、はい、ちょっとお待ちください。次のターンミッションってなんだ。移動したら、はい、ミッションが出てくる、出てくると思います。そしてそうするとこれでちょっとワーニングっつって何かが今出てきそうな気配が。今あれはどこかな。どこだ。ああ、ありましたね。ここに今ブラックホールみたいなの出てきましたね。出てきましたけど、これが、まあ、ちょっと予兆ですね。はい、予兆、はい、何かが起きるぞっていう予兆ですね。ちょっと一回もらったグッチョブをみんなにちょっと返しちゃいますね。はい、はい、
にーってたくさんのことバンって離すとおーっと飛んできます。5人分一気に、はい、一気に、はい、でちょっとターンを進めると、はい、届くかな、届かな、こっち移動して、今捨てカードの、 あの残り何ターンで戻ってくるってやつが、はい、一旦も減ってくれるっていうのマスですね。はあ、ははあ、そういういろんなマスが、はい、いろんなマスがあります。はい、いろんな種類があるんで、おここに、あ、なになに、あ、敵だ、これがしかもミッション発生、強そうな、はい、これエリミネーターっていう、はい、まあ、はい、あのボスみたいなキャラなんですけど、はい、あのまず現時点では倒せません、あいつは倒せない、倒せない、はい、まずもうで、うん、ある程度執拗にプレイヤーを追いかけてきます。ほで追っかけてきます。あのそれほど正確ではないんですけど、はいはい、で接触すると一撃で殺されます。一撃で殺される、なんか今までのバトルみたいな感じと違う、全然違います。であいつは要するに動くんですよ。ほ動いて追いかけてくるんです。でミッションとしては、で今ちょうど3分って出てたんですけど、はい、あのあいつが消え一定時間経ったら消えるんで、はい、その間逃げ続けろっていう、逃げ続ける、はい、まあ、ちょっと鬼ごっこみたいな感じですね。クリア条件、はい、接触を避け続けろんですよ。でこれが何ターンその逃げるのに成功したかっていうところで、はい、この動力石っていうのがいわゆるその課金アイテムっていうか、石、あの、はい、石交換できるものなので、はい、逃げれば逃げるほど結構なもの、300石もらえるんですか、はい、結構な量ですけど、でも20ターン逃げ切るってもう結構大変なんで、はあ、あのただまあここで3分以内ですよね。で本当は、まあ、あの各ダンジョンによって最低でも10分なんです、はいはいはい、今もうすでにある程度あいつが出現してから立ってる状態で更新かけたので、あ、なるほど、3分だったんですけど、はい、でちょっと例えば中に分かりやすいように動きます、ね、はい、はい、1ターンこれで消費、はい、消費して一旦自分動きましたと、ゲット、石ゲット、まあ、ちょっと情報交換しつつ、するとじゃあ次のコードを反映して、あ、もう残り1分になっちゃった、残り1分あ、今こんな感じで誰かを殺しましたよ、これ。え、今、あ、ハルハルくんが天空から天空からビームを打って殺されました。そっち行ったんだ。で、また怖いことに、あ、オープンしてないマスに入っちゃうと見失うんですよ、はい、あ、その中で移動しちゃう。そうなんですよ。なので開けられてないところに行くと、なのでなるべくみんなでマスを開けていかないと行動が読めない、読めなくなるんです。しかも1マスだけじゃないですよね、動くの、あの、あ、そうです、エリミネーターは。そうです、その通りです。そうなんです。なので、まあ、かなり報酬は石で非常に魅力的なんですけど、はい、まあ、一撃接触したらもう終了なので、あ、まあ、非常にこう緊迫感のある、あ、ちょっとでも出てきました、ね、あ、本当だ、あ、やばいかも、あ、危ない、ね、あ、すごい空気読んで言いましょう見つかったらじゃあ止まったマスなんですね、そこは。チェスさんだってやられてないですもんね。そう、チェスさんは今こう要するにあの非同期なので、はい、エリミネーターの位置も各プレイヤーごとに違うんですよ。ああ、うん、そうそう、ね、そこも全部同期しようとすると結局その元々の緩い共闘が成立しなくなってしまうので、ただそれぞれの位置はあの当然だ、チェスさんにとってのエリミネーターの位置はまた違う、チェスさん側からはまた違うように見えてるんですよ、だけどまさか同じマス来た時にこう接触してるの見えたらおかしいので、うん、まあ、ちょっとあんなにここマスの下にこうぶら下がったりして可愛い逃げてるようなまあ演出が入ったりします。で今ちょうどもう0分になったので、あの、うん、逃げ切りにこれ成功してるんで、あの一旦ターン、あの今もうあのターンを進めれば、あ、そうですね、実際何ターン経ったかな、2ターン3ターン、でも一応1ターンでも経過すれば、うん、あの必ずちょっともらえます。うん、そうやってチクチク貯めることもできますね。これでも無課金でやすごい時間ある人はめちゃくちゃやれますよね。まあそうです、ね、そうずっと逃げ続けますよね、はい、まあ、あの
出てくるこの条件ってのは一定間隔ですね。一定間隔も、はい、いつ出てくるかはちょっとわからない。で今2ターンする。ああ2ターンで、まあ、3個もらいました。3個十分ですよ。3個、はい、うん、っていうような感じに。へえ、面白いですね。でさっきあのちょっと殺されちゃいましたけど、はい、まあ、その死んだところにですね戦利品ポットっていうのが置かれるんですよ。あ、仲間がその死んだ人がこのダンジョンの中で手に入れてきたカード、はいはいはい、その戦利品ポットっていう中に収められて、はい、置かれるんですね、はい、で他のプレイヤーはそこに泊まるとその人が集めてきたカード。すごい仕様ですねそれ。盗っ人じゃないですか。いや、形見ですよ。形見です、形見。そ, ね、 そ, れね、はい、それをこうちょっといただくことは戦国時代とかでやってる人いましたよね。そういうの。ここは全部で3階なので、はい、次のフロアでもう3フロア目、はい、行って、はい、おしまいですね。お、あれがちょうどゴールの、はいはいはい、ゴール、このなんかゴールの前のマークがいわゆるゴールマークみたいな。そうですね、はい。しかもなんかマスでかくないですか。そう、近いですね。ちょっとこの大小あるんですね、マスに。そうですね、サイズ感がちょっとあってなんかありそうな大きいマス、はい、なんかありそう。ここに行くと、まあ、ちょっと古代文明っぽい宝、ちょっと変わった宝、はい、でこれがいわゆるロストって呼ばれるものなんですよ。あ、目的の宝箱、はい、で、今この小王の壁画ガンガンのかな、はい、あの、まあ4つのピースに分かれてるんですよ、はい、で4つ全部集めるとコンプリート、コンプリート、コンプリートすると、まあ、課金アイテムとか の, あの、まあ、いいものが手に入る、報酬が手に入るというような構造になってるので、まあ、とりあえずはまず分かりやすい目的として、まあ、これをちょっとどん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 集めていきましょうと、うん、これがあの各難易度ごとにそれぞれちゃんと用意されてるので、まあ、ひとまず最初そこを目指すだけでも、うん、あのいいのかなと。ほう、でそれやってると自然にあのカードたくさん欲しくなってくるので、はい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 、でまずカードを集めて、自分強くして、そうすると今度次のステップとして、まあ、ランキングに挑戦したくなってくるみたいな感じが、はい、まあ、理想の流れかなっていうところです。あ、ここでゴールです、はい、これでゴールです。手に入れたやつも持ち帰れる、持ち帰れると。お疲れ様でした。でまあ、この2つ今手に入れたのでこれを持ち帰りますと。で、まあ、コインとか、まあ、さっきあと動力石3個手に入れた、はい、逃げてゲットで、これはロストですね。でゴールするとあのランキングのポイントにちょっとボーナスが入ります、うんうん、あのゴールしないで途中の階層からにあの脱出することもできるんですね。あと、もっとあの長いダンジョンとかあるの で,、はあはあ、でその場合はボーナス入りませんと。ゴールした時だけボーナス入ります、でこれ各手に入れたものは手に入るけど、はい、ってことですね。で今回 の, あの ボ, ポイントで945手に入って全部で5213ポイント今取ってますっていうような、まあ、最後こう各ランキングのランキングに反映されましたというような、こういう感じになってます。はい、はい、ちょっと長々としましたけど、はい、いやランランラン楽しみましたよ。新しい、とりあえず、うん、そうですね、もう、ま、見たことがない。とりあえずなんかスマホのゲーム、まあ、別にいい面もたくさんあると思うんですけど、はい、まあ割とこう似たような系統のゲームが多いと思うんですけど、まあもっといろんなこう可能性、もっといろんな遊びできんじゃないかなと思って、ちょっと面白いタイプですね、はい、配信もそろそろ、そうですね、そろそろ、はい、というわけで、はいはい、なんと来週というか7月16日発売と7月23日発売の週刊ファミ通にはこのランページランドランカーズのアイテムコードがつくと、はい、なので皆さん、はい、ぜひ週刊ファミ通もチェックしてみてください。表紙じゃないけどね、はい、こっちの前にこの5月に出された週刊ファミ通のやつはブックウォーカーの方でまだ買えるそうなので、うん、アイテムの方もなんかダウンロードできるそうです、ね、そう、ブックウォーカー電子書籍の方で買えば、まあ、ダウンロードしてアイテムが利用できるというわけですよ。じゃあ皆さん、ランページランドランカーズ配信されましたらぜひダウンロードして遊んでみてください、はい、というわけで、ディレクターの高橋さんにありがとうございます。長々と説明してもらいました。失礼すいません。ではじゃあまた次回もお前らメロン、バイバイ、ありがとうございました。さよなら。